さあ本日ご紹介するのはオフィスでも在宅でもそしてカフェでもあらゆる場所で快適に仕事ができるハイブリッドワークのために設計された最新ビジネスノートパソコン HP ドラゴンフライ G4 をご紹介します。Pコア、Eコアと2種類のコアを搭載したハイブリッドアーキテクチャをベースにさらに進化した最新の第13世代インテルコアプロセッサーを搭載しています。 Windows 11に最適化されており高画質のウェブ会議や重いワークロードもサクサクハイブリッドワークを強力に後押しします。さあディスプレイなんですけど見てください。わかります？そう3対2なんですね。これが本当ね使うと作業がめちゃくちゃしやすいんです。しかもね閉じるとすごくないですか？薄いですね。しかも持つと信じられないぐらい軽いんです。重さは約 1kg 軽すぎです。さらに軽いのにすごくないですか？軽いのに頑丈なんです。しかもあらーって飲み物をこぼしちゃってもこれパソコンが壊れないんです。薄くて軽くて丈夫、さらにセキュリティも万全、覗き見からパソコンを守ってくれる。さあクレジットカードの情報だったり SNS のアカウントなんかもそうですけど外でこう周りの人から見られて情報を盗まれちゃうんじゃないのか、そういう心配あると思うんですけどこのパソコンなら安心なんです。覗き見防止のボタンをポンと押しといていただければ正面から見えるんです。見えるんですけどこれじゃあ周りの人が横から見ようとすると見てください、見えなくなっちゃうんですね。で例えばこれをボタン解除すると見えてる状態、これつまり外から見えてる状態なんですけどこの状態でボタンポンと押すだけでほら見えなくなっちゃう。でも皆さんが作業を正面からやるときにはちゃんと画面見えるわけなんですね。つまり外で仕事なんかしてても安心というわけなんです。 HP ドラゴンフライ G4 のここがすごい、リモートワークに最適な新機能。さあ皆さんオンライン会議の時にこうやってねホワイトボードを使ってやってる方非常に多いと思うんですけどこのホワイトボード見にくくないですか？ドラゴンフライ G4 ちょっと違うんです。ちょっと画面の方ご注目ください。画面の方を見ていただきますとこの見にくいホワイトボードなんですけど実は正面に正体になってしかもズームしてグーッと寄ってってくれるんです。これめちゃくちゃ見やすいですよね。これだったらオンライン会議でもスムーズに見やすくできちゃうわけなんですね。しかもホワイトボードだけじゃないんです。例えば手元の資料これアップで見てほしいなって時ありますよね。そんな時にも行くわよ行くわよ見てください。こうやって資料を持ってくると勝手に寄ってってズームにして見せてくれるんです。これは会議がはかどりますよ。便利な機能は他にも。さあオンライン会議中に宅配便が来ちゃった、でも会議とか止めたくないじゃないですか。そんな時にもこれボタンを一つポンと押していただくだけで分かります？ BRB まさに離席中の静止のポーズで皆さんに合図をお知らせすることができるわけなんですね。また戻ってくる時にもボタン一つでポンとまた会議をスムーズに始めることができるんです。このちょっとした機能ってのがめちゃくちゃ便利なんですね。さらにどこで仕事をしていても最高の照明環境にしてカメラ映りを調整してくれるんですね。さあこちらご覧ください。今すごくいい状況で照明が当たってる状況なんですけどそこで電気を消してみたいと思います。お願いします。消すと分かります？消えると暗かったんですけど自動で調整してちゃんと明るく見やすくなってるんですね。じゃあ今度明かりをつけるとどうなるのか明かりつけてください。お願いします。わかります？明るすぎたのをまた調整して今度落としてくれてるわけなんですね。常に最高の照明環境にまさに調整してくれてるんです。すごくないですか？ HP ドラゴンフライ G4 のここがすごい、インテルが認める機能性とセキュリティ。さあ皆さんビジネスパソコンを選ぶ際のポイントをご存知でしょうか？日々の業務だったりビデオ会議に必要とされる高い性能は当然としてパソコンを管理している IT 担当者とパソコンを使うユーザー、この両方のニーズを満たすことが重要なんです。じゃあどういうパソコンを選べばいいのでしょうか？さあこちらをご覧ください。まさにこのシールが目印なんです。このインテル V プロプラットフォーム、これがあれば IT 担当者の皆さん端末のトラブルチェックだったり OS のアップデート、これが全部リモートでできるようになっちゃうんです。さあさらに先ほどのこのシールなんですけどよーく寄っていただきます。これ EVO って読むんですけど
インテルのめちゃくちゃ厳しい基準をクリアしたモバイルパソコンにだけ与えられる、まさにインテルのお墨付きという証なんです。これが貼ってあるということは、めちゃくちゃ優れた快適なパソコンということなんですね。またEVOの機能も拡張されて、スマートフォンとの連携もスムーズになりました。これすごいんですけど、例えばこうやって僕が写真撮るじゃないですか。で、撮った写真が全部こっちに行くんですね。で、これをポンポンポンって撮った分だけ全部ほらこっちに写っていくわけなんですね。この写真がすごくないですか。で、しかもこうパソコンがいいのは、ポンと押していただきますと大画面でちゃんと今度撮った画像を見て楽しんでいただくことができる。ケーブルを使わないでこうやって共有できちゃうんです。めちゃくちゃ便利。さあ、これからの新しい働き方、ハイブリッドワーク、あらゆる場所で快適に仕事ができるようになります。 HP ドラゴンフライ G4、 これ本当におすすめです。